FM Osaka Traffic Report。 飲んだら乗らない FM 大阪は SDD ストップドランクドライビングプロジェクトを推進します。阪神高速道路3号神戸線が事故のため一部通行止めになっています。3号神戸線は月見山方面に向かう西行きの西長堀と海老江の間が事故のため先ほど午後6時34分から通行止めになっています。現場の指示に従ってください。4号湾岸線は南港方面に向かう北行きの三坊付近で事故のため6キロ渋滞しています。この事故の影響で反対の南行きは三坊で5キロの渋滞です。名神高速道路は西宮方面に向かう下りが京都東インター付近で7キロの渋滞です。以上、ジャティックの立花でした。お酒を飲んだ後に悲しいことはあってはならないと思います。私は SDD メッセンジャーキャンペーンに参加します。ストップドランクドライビング。 FM 大阪 SDD ストップドランクドライビングプロジェクト。 FM 大阪はストップドランクドライビングプロジェクトを推進します。